衝撃。キンプリヘイヤー仕様が韓国を馬鹿に、ファンの意見に分、謝罪すべき、という声も、キングプリンスのメンバーであるヘイヤ耀が、3月18日放送の、キングプリンスル。日本テレビ系のロケで韓国を訪れその際の発言がネット上で大きな問題となっている。番組では韓国の観光地を訪れるなどの内容で、 平野が中国語を交えた発言を行ったことが批判を読んでいます。以前から海外で活躍できるグループを目指していた平野に対して、韓国に対して失礼すぎる、世界進出をするなら最低限の知識は必要といった厳しい意見が広まっています。平野はクイズぶらり平野く韓国という人気企画の撮影で韓国を訪れました。 ソウル市の人気フォトスポット ICRU から登場し、平野は中国語でシェイシェイ、シャシャと挨拶しました。初来日と発言した後テロップでは期間と訂正されました。平野は周囲を見渡し、上からすげえ。ってかあれなんですね。意外と高いビルとかあるんですね。もっと雪山かなと思ってたんですけど、めっちゃ都会なんですね。とコメントしました。 その後、スタッフから、韓国のことをどこまで知っているかと聞かれた平野はハングル語それは知ってます。一文字も読めないですけどね、と答えました。さらに、韓国のお金の単位について尋ねられると、絵から、なんだろう、ベリーと返し、ポンド、ドル、円。俺、この三つで生きていますから。と述べました正解は、ウォン。その後、韓国語。 どれくらい話せるんですかと質問されると平野は、シェイシェイ、大会に北京ダック俺、この三つで生きていますから、と中国に関連する言葉を連発しました。ただし、韓国の首都を訪ねられた際には、パク、と答え、パクってよく聞くんで、と述べました。実際の首都はソウルであり、スタッフは、パクは日本で言う用事です、と指摘しました。 平ヤは天然キャラで知られており、的外れな返答が目立ちました。さらに、ロケの途中で平ヤは K-POP アーティストのような韓国風メイクを体験しましたが、あまり興味を示さず、この素で勝負したいです、と話しました。メイクの仕上がりに対しても否定的な反応を示し、うわ、ふ。なに、この目。俺、想像の3倍は赤かったんだけど、 寝不足5日目みたいな、と述べました。これらの番組の内容や平野の発言がツイッターを中心に広まり、朝鮮日報や韓国エンタメ情報サイト、クプラザなどでも取り上げられ、韓国人の間で不快感が広がっています。平野に対して、本当に失礼すぎる、無礼だ、二度と韓国に来るな、といった批判が寄せられています。 なお、平野と岸優太、神宮寺優太は今年5月22日をもってキング・アンドプスを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場する予定です。平野は以前から海外で活躍できるグループを目指していたことを明らかにしており、目標を失い、今回の決断に至りました、と述べています。この件について、ネット上では厳しい声が多く見られます。 平野く君の、剣さすがにひどい。韓国だけじゃなく、どの国でもあんな言い方されたら怒るでしょ。何が世界だよ。世界を目指すとかさすがに笑っちゃう。恥ずかしい。ロケの目的地を知らされているはずなんだから、ソウルを知らないなんて信じられない。冗談にしても、首都は、パク、は、バカにしてるし、謝罪をするべき、といった意見が広がっています。 一方で、平野くんは学がないだけで、韓国を馬鹿にする意図はないと思う。悪気があって言ってるわけじゃない。ただのものを知らないだけなのに、いや、感発言だと思われているのはかわいそう。と、平野を擁護する意見もあります。さらに、番組スタッフがこの一件を編集せずに放送したことに対しても批判が集まっています。 クイズぶらり平野、くんは平野のチンゲンを出題するコンセプトの企画でありスタッフ側は彼の言葉をカットせずに放送したとされています。しかし番組公式サイトや公式ツイッターにはお詫びの文章などが掲載されていません。次回予告によれば3月25日の放送会では高橋山が韓国を訪れる様子が放送される予定です。 今回の一件で視聴者の目はさらに厳しくなることが予想されます。番組が火に油を注ぐような内容になっていないことを願うばかりです。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。